今回は大ヒット中の映画「鬼滅の刃」に絡めて現在の日本のコロナの状況を取り上げた米ニューヨークタイムズ紙の特集記事からです。早速ですが以下が要点になります。アメリカでは映画館が開いているとすれば空席の海の中で作品が上映されるだろう。しかし日本ではとあるアニメ映画が日本史上最大の週末興行収入を記録していた。大ヒットした漫画を原作とする鬼滅の刃無限列車編はファンはもちろんのこと客足を取り戻したい映画関係者その双方から数ヶ月前から熱い期待が寄せられていた。いざ公開されると全ての期待を上回り340万人以上がチケットに4400万ドルを支払った。この作品は日本国内でしか公開されていないにもかかわらず他の全ての国の週末興行収入を合わせた数字を上回っている。この映画の成功は通常の状況下でも異例といえる水準だが現在のコロナ禍においては特別な意味があり混雑した空間で見知らぬ人たちと共に長時間座っていても安全だと感じられるようになれば観客がいかに早く映画館に戻ってくるかを示している。日本は新型コロナの感染者と犠牲者を少なく抑えており欧米では再び感染が急増している一方で東京では少なくとも表面的には日常がほぼ正常に戻っている。日本の政治家たちにとってこの驚くべき興行収入は日本が今回のパンデミックを乗り切り経済を立て直そうとしていることを示すバロメーターとなった。日本では強制的なロックダウンは行っておらず、マスクを着用しなくても罰金は科されない。国の啓発キャンペーンはマスクを着用し、頻繁に手を洗い、当局が3密と呼ぶものに重点を置いた。そして国中の人々が積極的にそれらを守っていた。22歳の日本人女性はコロナが落ち着いた9月から映画をまた見るようになりましたとした上で以下のように語ってくれた。人々が適切な予防策を講じている限り感染を心配することはありません。以上です。アメリカでは大半の映画館が営業を再開していますがニューヨークなどの大都市では現在も閉鎖されたまま。コロナ禍でも日本人が安心して映画館に足を運びその結果空前の大ヒット作が誕生したことにアメリカ人から驚きと羨望の声が寄せられていました。